牙が。気をつけろ、ヘリから撃ってきやがる。よく持ちこたえた。足りねえよ、俺は今主役だからだ。いつまでもここにはいられねえ。準備はいいか。やるしかねえか。ルダー、タークス、お仕事だぞって。よっ。あんたら喧嘩売る相手を間違えたぞっと。緊急コードの入力を確認、起動ボタンを押してください。緊急コードの入力を確認、起動ボタンを押してください。はい、おしまい。じゃあするなよっと。緊急コードの入力を確認、起動ボタンを押してください。やれよ。あった。タクスなめんなよ。早いぞ、気をつけて。俺にかかれば楽勝よ。いっから。お前、ルードもやったんだって。仕事だ。あり、まとめて返すぞ。だこさっといてんなよ。なかなかしぶといぞ。だったく、どいつもこいつも好き勝手やりやがって。まあ、俺なんか。ヘリに注意しろ。こっちだな。どうだ。まだか。降下完了。弾を補充する。はあ。いけんだろ。頑張るね。おとなしくしてろ。待ってろ。出た。落とされてやった。どうせ降りるつもりだった。始末書はお前な。さあ楽しもうぜ、相棒。こっちだ。見せてやるぞっと。さあ行くよ。さあ次に喧嘩を受けて、ただで済むと思うなよ。ハハ、自信無理かよ。しまった。それ当てる。しまった。さあ
の入力を確認。起動ボタンを押してください。解除方法
マリー、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 ビッグズ、ウェンディ、デシー、シックスだ、私たちのせいだね。違うぜ、ティファー。何もかもシンラの奴らがやったことじゃねえか。そうだろいいな。バレット、マリーは無事だ。エアリスが言ってた。エアリス、あの捕まってた女か。うん、言ってた。どういうことだ。エアリスに頼んだの、マリーを助けてって。信じるぞ、いいか。おい、どこ行くんだよ。エアリスの家だ。5番街スラムにある。マリンはそこなんだな。他に当てはない。いるって言えよ。希望を持たせろよ。いなくてもお前を責めたりしねえ。いや、そりゃちっとは文句言うだろうけどよ。ティファ、古代種って知ってるか。聞いたことはあるけど。生命学の本を読めば出てくるぜ。大昔星を開拓したって一族だ。星と語るとかそういうんだろう。それがタークスに狙われていた理由か。我こそ古代種の血を引き締め、この星の正当なる後継者。また守れなかった。喪失がお前を強くする。
ていいのか。どうしたの？なんでもない、急ごう。穴が開いちゃった。チョコボは出せねえよ。待て、やり過ごそう。あいつら何してやがる。仕事だろうな。マリンのことだけ考えろ。今はな。今も大勢の人が。ひどいことになったね。こっちに被害は？七番街に比べたらどうってことないよ。砂ぼこりぐらいさ。七番街が潰れちまったって。ジェシーは市中にいたんだよな。うん、ビックスもね。二人とも怪我で動けなかった。でもウェッジは下にいたよ。そうか。よしよし、怖がらなくていいからな。しばらくあいつら探しに行かないと。え、俺が探してやらねえと。うん、クラウド、後でつけ合え。ああ、あの家だ。マリン、マリン。マリーはどこにいる？バレット。すまねえ、俺はバレット、マリンの父親だ。マリンはおかっぱ頭で、天使みたい可愛らしい顔をしてる。服はピンク。今日はピンク。2階で眠ってるよ。はあ、眠ってるからね。私たちも行こう。顔見て安心したいな。騒いで起こすんじゃないよ。あんたたちも2階へ行っておやり。エアリスは神羅に行ったよ。すまない。エアリスにマリンのことを頼んだのは私です。知り合ったばかりなのにとてもよくしてくれて、だから甘えてしまいました。あんたらのせいじゃない。遅かれ早かれこうなる運命だったのさ。古代種だからだな。あの子から聞いたのかい？よほど信頼されてたんだね。そう、エアリスは古代種、古代種の生き残りらしい。私は違うよ。あの子は実の娘じゃないんだ。15年前のことだ。
夫は最前線に配属された兵士だった。休暇で帰るという手紙を受け取って、約束の日駅まで迎えに行ったんだ。でもあの人は帰ってこなかった。何か良くないことがあったのだろうか。いや、休暇が取り消しになっただけかもしれない。祈るように毎日迎えに行ったよ。そこであの子と会ったのさ。ウォールマーケットから逃げてきたのか、それともプレートにいられなくなったのか、たまに見かける光景だった。エアリスを安全なところへ、そう言い残して彼女は死んだ。夫は帰らず、私も寂しかった。だからエアリスを連れて帰ることにしたんだ。私たちはすぐに仲良くなれたよ。よくしゃべる子でね。いろいろ話してくれたよ。どこかの施設から母親と逃げ出したこと、お母さんは星に帰っただけだから寂しくなんかないってこと。星に帰った、生命学の考え方だ。私には意味がわからなかった。夜空の星かって聞いたら、違う、この星だって言われて。まあ不思議な子だったね。お母さん、泣かないでね。エアリスが突然言い出した。何かあったのかって聞いたら、お母さんの大切な人が死んじゃったよ。心だけお母さんに会いに来たけど、でもやっぱり星に帰ってしまったの。私は信じなかった。でもそれから何日かして、夫の戦死を知らせる手紙が届いた。とまあこんな具合でね、いろいろあったけど幸せだった。ところがある日、はーい。いや絶対や。エアリス。君は大切な子供なんだ。古代種の血を引き継いでいる。私はもちろん聞いたよ。古代種って何だってね。古代種は地上の幸福が約束された土地へ我々を導いてくれるのです。言い伝え、何かの比喩、いろいろな見解があります。しかし我々は文字通りの真実としてそれを信じています。シンラカンパニーはぜひともエアリスの協力を。違うもん、古代史なんかじゃないもん。でもエアリス、時々誰もいないのに声が聞こえることがあるだろ。そんなことない、うん、思い当たることがいろいろあってね。ああ、この男が言っている話は本当なんだろうと思ったよ。
居場所を知っているのに誘拐もせずに待つなんてタークスらしくないな。エアリスの自発的な協力が必要なんだとさ。だからシンラに連れて行かれたと言ってもお客として扱ってもらえるはずだ。用が済んだらすぐに返してくれるだろうよ。どうかな。何をしよってんだい。ことを荒立てないでおくれ。エアリスまで失うことになったら私はもう。頼むよクラウド。お母さんの言う通り、用が済めば帰ってくるかもしれない。だからもう少しだけ待ってみない？七番がエスラムに戻らねえか。やることいろいろあんだろう。セブンスヘブンも確認しておきて。うん、わかった。七番街スラムのゲート、瓦礫で埋まってたよね。どうやって入る？公園から地下通路へ降りよう。おお、あれが。公園もダメじゃない？別のルートがある。エアリスから聞いた。さすが古代史だぜ。深い意味はねえよ。命だけはな。他の奴らは？わからない。すまない。そっか。生きててくれてありがとうよ。希望が見えてきたぜ。うん。どうしたものか。動けるものを集めないとな。七番街か。おう、忘れ物しちまってな。そうか、あんまり物はないが見てってくれ。姉ちゃん大丈夫かな？きっと大丈夫さ。きっと